燃え尽きた地図は、安倍工房の書き下ろし長編小説。砂の女、他人の顔と共に、失踪三部作とされている。突然失踪した、あるサラリーマンを捜索する探偵が、男の足取りを追って、奇妙な事件に遭遇するうち、やがて探偵自身が記憶を見失って失踪する、物語。 都会という砂漠の迷路の中で捜査の手がかりを求めてさまよう主人公の新象風景を通じ現代の都市社会の人間関係を描いている。探偵小説と純文学を融合させたスリップストリームと分類されることもある。1967年9月30日に新潮社より刊行され安倍自身の脚本により 哲河原博監督で1968年6月1日に映画化された。なお、物語の最終部分は短編、カーブの向こうを一部開口したものとなっている。安倍工房は、砂の女の主人公は、逃げた男だったが、燃え尽きた地図では逆に、追う男を主人公にしたとし、とし、他人だけの砂漠、その迷路の中で、探偵は、次第に自分を見失っていく。 あえて希望を語りはしなかったが、しかし絶望を語ったわけでもない。己の地図を焼き捨てて、他人の砂漠に歩き出す以外には、もはやどんな出発も成り立ち得ない、都市の時代なのだから、と説明している。そして、失踪者と創作依頼者との間にできる、新たな関係をめぐり、現代社会での人間関係について触れて、濃厚社会での人間関係というのは、どちらかというと、 宿命論的な結びつきだ。それが産業社会になってくるともっと可変的な曖昧なものになる。では、濃厚社会より結びつきが薄いかというと複雑になったというだけで本当はむしろ濃いんだなと語っている。都市の本質のイメージがなぜ悪夢として継承されるのかについてはすでに無力になった。 共同体の言葉で共同体の対立物である都市を語ろうとするのだから、そのイメージが悪夢見えてくるのも、至極当然のことなのだと説明し、孤独に悩んでいる群衆は、都市の言葉を持たず、内部に他者を喪失した状態に落ち込んでいる都市、そこからの脱出は都市への方向にしかなく、希望は出やすくなく、絶望は続くが、その絶望に向かって、とにかく通路を掘るということが、 人間の営みというか、仕事なんじゃないかな、と、安倍は述べている。また、都市化の急速な進行に伴う、自殺の増加が、時代病とされていることを指摘しながら、なんとか、都市の言葉を見つけ出し、都市の孤独を病気だと錯覚している。その錯覚に挑戦してみたい。今必要なのは、決して都市からの解放などではなく、まさに都市への解放であるはずだと説明している。 失踪という主題に関しては、失踪とは、やはり現在の共同体の中で、疎外感を持っている者が逃亡することだと思うとし、以下のように語っている。失踪不可能というか、失踪が意味をなさないほど自由な共同体ができたとき、まあ、これは実際にはありえないのだけど、失踪によってより強い共同体に入る。つまり失踪じゃなくて、失踪から帰ること。 このことを、砂の女で直接にテーマにしたんだけれども、帰るということと、逃げるということは、結局意識の中で裏返しになっているだけで、同じことになる。安倍公房、インタビュー安倍公房氏、波のインタビューに答えて、そしてそれとは違う、もっと意識的な失踪の例として、あるニューヨーク州知事で、将来有力な大統領候補とまで言われた男が、失踪し、 ニューヨークでタクシー運転手をしていたというアメリカの記事に触れて、この男のような失踪はかなり能動的な失踪だと述べている。昭和42年2月、T 更新書院の僕は半年前に失踪した夫を探してほしいという依頼を受け、急なカーブの坂道を越え、依頼人の住む団地に向かった。しかし依頼人の女は、非協力的で曖昧な様子だった。 僕は失踪者の足取りを追い男が所持していたマッチ箱からコーヒー店、椿を訪れるが手がかりは見つからない。依頼者の妻の弟は僕の調査場所に偶然を装い現れたり怪しい雰囲気だった。僕はこの調査依頼自体が失踪者の行方をさらに遠平するための陽動作戦かもしれないという疑惑を薄々感じ始める。僕は 依頼者の弟に失踪者の日記を見せてもらう約束をするが、日記を見せてもらう前に、弟はヤクザの構想で殺害された。僕は失踪者の会社の部下、田代と接触した。田代から失踪者に関する手がかりとして、失踪者の撮影した女性ヌード写真の情報を得るが、田代はその情報自体が、実は自分の嘘だと言った。田代は、 僕に弁解し本当のことを話すと言ったが、僕は耳を貸さずにいた。その後、田代は首吊り自殺をし、僕は更新書に辞表を出した。探偵で亡くなった、僕はまだ何か怪しい匂いのする椿に入店したところで数人の男たちに襲われた。怪我をしながら依頼人の女の家へ行ったところで、僕の記憶は曖昧になっていき、いつの間にか道路にいた。 カーブの向こうの街の記憶が思い出せないまま、あるコーヒー店に入ると、見覚えのあるような女がいた。店を出た後、地図にメモしてある電話番号に電話すると、同じ女がやってくるのが見えた。僕は電話ボックスに身を潜めた。女が僕を探すのを諦めたように去っていくと、僕は彼女と反対の方角へ歩き出した。燃え尽きた地図は、 従来の小説の監修を破る安倍の前衛的な手法が長編小説において最初に生かされた作品とされている。また、他人への通路の探検というテーマへの一つの到達点を成した作品だとされ、その後の箱男、密会へとそのテーマは展開して引き継がれている。三島幸男は燃え尽きた地図を安倍が小説の中に会話の天才を見事に生かし、 砂の女や他人の顔よりもはるかに迅速に失踪してみせた小説だと公表し以下のように解説している。これは動いている小説である。動いて、動いて、時々驚くほど鮮明な映像が現れながら、かえって現実の謎は深まってゆく。耐えざるサスペンス、そして卓末な会話が社会の投影図法を描き、犯罪の匂いと微行と襲撃と、その結果、 イリュージョンがついに現実に打ち勝ち、そこから見た現実自体の構造が突然隅々まで明晰になる。ラストのモノローグがこの小説の恐ろしい解決編であり、作品全体の再構築であるところに一辺の主題がこもつている。失踪者の前にのみ未来が姿を現すのだ。三島幸夫、推薦文、ウィリアム・カリーは、 燃え尽きた地図の文体の反復表現の構造を円環的パターンと名付け、それを阻害された人間の果てしない苦境を乱す構造であると分析しつつ、終わりのない阻害という問題の体現を強調するための構造だと述べている。ジョコーは、ウィリアム・カリーの指摘した燃え尽きた地図の構造分析を敷衍しながら、その反復表現がもたらす表現効果として、 時間の線場性が意味をなさない世界の創造という効果について考察しながら文体を解析し以下のように説明している。和の反復表現は物語の冒頭と集結で現れることにより冒頭と集結がつながり、はじめは終わりとなり、また終わりははじめとなって時間は循環するものとして提示されることにより、戦場的な時間の流れは破棄される。また、 知り取り式反復表現は、物理的に与えられたテクスト上の空白を同じ、言葉でつなげることにより、両出来事の間に存在していた、時間の断絶は埋められてしまうのである。ジョコを燃え尽きた地図における反復表現そして作品を、一つの記事に例え、この記事は平らな記事ではなく、反復表現により、多くのひだを持つ記事に作り上げられているとし、その表現方法で、 物語の時間を縮めたり、元に戻したりすることにより、正規順の時間は意味を持たなくなり、戦場的な時間の概念の廃棄により、因果率は破られると考察しながら、原因はなく、結果だけが存在する、失踪という本作品の内容はより浮き彫りになると解説している。燃え尽きた地図は、1968年6月1日に、封切りされた。 公開時のジャックは都会の迷路から女体の中まで探し続ける。評判の原作、話題の監督が男の魅力で描く本年度最大の問題作。である。1968年度キネマ旬報ベスト10で第8位となった。主演の勝新太郎が新境地を見せた作品である。落とし穴、砂の女、他人の顔に続く、安倍工房原作、脚本。 手志川原博監督作品で、同コンビとしては、最後の作品になる。カチプロダクションと大映が制作し、大映が配給した。DVD、手志川原博の世界に収録されているものや日本、映画専門チャンネルで放送されたものは、タイトルクレジットが英語になっているが、これは原版が紛失したため外国版を使用したからである。安倍工房自身による脚本は、 1968年、キネマ巡報3月下旬号に掲載。1986年10月5日に、総輪車より刊行された、安倍工房映画シナリオ戦に初集。ありがとうございます。